土足のままドやどやと上がってくる寝込みをついてきたのである何度押し入れゆかしたと手分けをしてかき回しにかかったのだ頭の辻かで天馬は炉端へ座り込んで子分たちが矢探しのするのを眺めていたがよい ビスまでかかっているんだ。何かあったろビありませんぜ、何も。ないへい。そうか。いや、そら、あるまい。ねえのが当たり前だ。よし。もう言わせ。 次の部屋におこうは背を向けて座っていた。もうどうにでも仕上がれと言ったように捨て鉢な姿です。おこう何です何 <laughs> ですもねえだろ。う。酒でもつけねえか。酒ならそこらにあるだろ。う。 ま勝手に飲むなら飲んでおいで。まあ、そう言うなってんだ。ああ久しぶりにこの天馬が訪ねてきたものをよ。これが人の家を訪ねる挨拶かいまあ、そう怒るなってんだ。がそっちにも戸があるだろう。え 日のねえところに煙は立たねえんだよ。よもぎ屋のゴケがこう使って戦場の死骸からよ飲み代を稼ぐという噂、<laughs> 確かに俺の耳へもへってることだぞ。それなら証拠を見せ。えどこにそんな証拠があった それをおじくり出す気ならよへ何も明美に前触れはさしておかねえや。信士のおきてがある手前だ。一応おやさがしもするが、まあ今度のところは多めに見て許しているんだ。なあ、おじひだと思え。<laughs> 誰がバカバカしい。 こっち行きなよおこうここへ来て尺でもしろってんでああ物好きな女があればあるもんだちゃんと俺の言う通りになっておいらの世話になりゃあどこんな暮らしはしねえで済むものええ どうだここ考え直してみねえかご親切が過ぎて、<laughs> 恐ろしさが身にしみるとさ。ほうほう。よこ。あたしの亭主は誰に殺されたかご存知湯どころよ。 死刑死がしてと言うなら及ばずながら俺も片腕を貸してやろうじゃねえか。えっらはおきりでないよ。んだと下手人は辻風天魔だと世間であんなに言ってるのがお前の耳には聞こえないのかい。えいくらの武士の御家でもさ亭主の仇の世話になるほど。 頃まで落ちちぶれちゃいないよくっ言ったなお子。苦笑いをつぎ込んでてん、ま、茶碗の酒をぐいとおったう。しかしそのことはだ。口に出さねえほうがてめえたち親子の身のためだとおりゃあ思うんだがな。 を一人前に育てたらきっと仕返しをしてやるから忘れずにいたがいいよ。<laughs> 肩で笑っている。天馬はまあ、あるだけの酒を飲み干すと肩い槍を立てかけ 土間の隅に突っ立っている古文の人々。よいてめえら、その槍の尻でな、この天井板を五六目突っ張れてみろい命令された古文たち、石突きを上へ向けて、 全天井をついて歩いたのですると板の浮いた隙間からそこに隠しておいた雑多な武器や品物がガラガラバタバタと落ちてきたのへへへへへへへこのとおりだ天間はぬっとつったって信じ仲間のおきてだ この五毛をしずり出して店じめにかける相手は女一人無造作にそう考えた信士たちはバラバラとそこへ踏んごんでいった少し棒でも飲んだように部屋の口に突っ立ってしまったいや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 い何をしてるんだ おやけ引きずり出してこいってな天馬が土間の方で苛立っているそれでも古文ののぶたちは部屋の中とはじーっと睨み合いの形でいつまでも拉致が吐きそうもないのだチェッ天馬は舌打ちをして自身でそこを覗いてみた すぐおこうのそばに近づこうとしたがさすがの彼にもそこの敷居は越えられなかった路部屋からは見えなかったがおこうのほかに二人のたくましい若者がそこにいた竹蔵は黒菓子の墓剣を低く持って 一歩でも入ってきたらその者の,のすねをへし折ってやろうと構えているし、ま、た蜂は,はまた壁の陰に立って刀を振りかぶり彼らの首が入り口から三寸と出たらバサッと切って落とそうとため切っている。 明美には怪我をさせまいとして上の押入れでも隠したのか姿が見えないこの部屋の戦闘準備は天馬が炉端で酒を飲んでいる間に整っていたのであるお香もその後ろ盾があるために落ち着き払っていたのかもしれない うん、うん、そうかうんいつぞや明美と山を歩いていた若造があった一人はそいつだろう後とは何者だまた八も竹造も一切口は開かなかった は腕で言おうという態度であるそれだけに不気味なものを漂わしているはあってこのうちに男気はねえはずだぞふん。<laughs> 察するところ関ヶ原崩れの宿なしだろう 下手な腕立てをしゃがると身のために乗られぞこの深村の辻風天馬を知らねえやつはこの金剛にはねえはずだいえお中道の分際て生意気な腕立て <laughs> 見ていろどうするかをよやいやろうども天馬は子分たちを顧みて手を振ったのじ邪魔だからどいてろというわけで。 後下がりにそばを離れた子分の一人は、途端にどの中に足を突っ込んで、あっちきあっちっ <laughs> 松巻の火のこと、煙が天井を打ち、一面の煙となった。じーっと部屋の口をねめ据えていた天馬は、<laughs> く,くそ吠えながら猛然その中に突入した。 よいしょ待ち構えていた又八途端に両手の刀を振り下ろしたが天魔の勢いその速さも及ばなかった刀のこじりのあたりを又八の刀がカチッと打ったお甲は隅の方へのいて立っていたその後の位置に 竹蔵は黒菓子の勃剣を横に貯めて待っていたのでそして天魔の足元をめがけて半身を投げ出すように激しくヒヤッと払った空間の闇がピューっとなったのであるすると相手は身をもって 岩のような胸板をぶっつけてきたまるで大きな熊に取っくまれた感じであるたことのない圧力だった喉に拳を置かれて竹蔵は2つ3つ殴られていた頭蓋骨が砕けたかと思えるほどこえるしかしじーっと蓄えていた息を満身から離すと 辻風天満の大きな体は宙や足を巻いてやなりとともに壁へぶつかったこいつと見込んだら決して逃さないかぶりついても相手を屈服させるまた生殺しにはしておかない徹底的にやるまでやろ 武道の性格は元来そういうたちだったのだこれは幼少からのことであるで血液の中に古代日本の原始的な一面を濃厚に持って生まれてきたらしいでそれは純粋な代わりに甚だ野蛮で 文化の光にも磨かれていないし学問による知識ともまだなっていない生まれたそのままのものであるまことの父親の無二歳ですらこの竹蔵をあんまり好かなかったのはそういうところが原因になっていたらしいその性質をためるために ムニサインがたびたび加えた物質的な折巻は、えー、かえってひょうの子に牙をつけてやったような結果を生んでしまったしまた村の者が乱暴者と嫌えば嫌うほどこの野放しな自然寺はいよいよたくましく伸び人も投げに振る舞い郷土の山野を がの顔にしただけでは飽き足らないでとうとう大それた夢を持ってついに関ヶ原まで出かけてきたものだったでこの関ヶ原はあ武道にとって実社会の何者かを知った第一歩であるこの第一歩で見事に 青年の夢はペシャンこに潰されてしまったしかしもともと裸一貫なのであるそれがために青春の一歩につまずいたとか前途が暗くなったとかそんな干渉は今のところみじんもないしかも今夜は思いがけない餌にありついた 相手はのぶしのかしらだという辻風天馬。こういう敵に巡り合いたいことを彼は関ヶ原でもどんなに願っていたことか。ょうだぞひょやよい待てこう呼ばわりながら彼は真っ暗な野っ腹を伊達天のように駆け出している。辻風天馬は 十歩ほど前をこれも宙を飛んで逃げていくのである竹蔵の髪の毛は逆立っていた耳のそばを風がうなって流れるいやもう愉快のなんのってたまらないいい気持ち竹蔵の血は身のかけるほど獣に近い喜びに踊った 彼の影が天魔の背重なるように飛びかかったと見えた時に黒菓子の木犬から血が増えてものすごい悲鳴が聞こえたのだ。もちろん辻風で天魔の大きな体は地響きを打って転がった。 頭蓋骨はさながらこんにゃくのように柔らがになり二つの眼球が顔の外へ飛び出していたのである二撃三撃と続けさまにぼっけんを加えると折れたあばら骨が皮膚の下から白く飛び出した竹蔵を腕を曲げて死体を横にこしたただ大将 さっそうと一個して彼はすぐ後ろへ戻っていくのである。まあ何でもないことのようであった。もし先方が強かったら自分が後ろに捨てられていくだけのこととしか考えない。竹蔵か遠くでまた八の声がした。おおのろまな声を出して竹蔵が見回していると。 どうした駆け出してくる又八の姿うんうんやったおぬしは「え俺もだ」「使いとまで血に汚れたものを竹蔵に示してあとのやつだ逃げおったああ野武士なんて皆弱いぞ」。 肩をほこらしてまたハチは行ったその晩は二人ともぐっすりと眠ったやがてノンマが窓へ首を入れてうちの中を見回す鼻を鳴らして大きな息をしたのでそこに寝ていた二人は 目を覚ましたのこいつめ竹蔵は馬の顔を平手で打ったのである又八は拳で天井を突き上げるような伸びをしながら「よく寝たうん 日が高いな。うーん。ああ、もう日暮れじゃないか。まさか。<laughs> 一晩眠るともう昨日のことは頭にない。まあいわば今日と明日があるだけの二人。竹蔵を早速ぐらい飛び出して諸肌を脱ぎ出した。清烈な流れで体を拭き、 顔を洗い、太陽の光と深い空の大気を腹いっぱいに吸い込むように仰向いていたのである。マサハチはまたマサハチで寝起きの顔のままでロベアに行ってそこにいるお幸と明美へ、えー「おはようおばさん」わざと陽気にそう言ってい おやおばさんどうしたの家に塞いでるじゃないか。そうかい。そう見えるかい。ああそう見えるのはどうしたんだよ。えおばさんの夫を殺したという辻風天馬は俺たちが撃ち殺してくれたし。 その子分も懲らしめてやったのに何も塞いでいることはないだろうおばさん。また八の言いぶかれのはもっともだった。天馬を打ってやったことはどんなにこの親子から喜ばれるだろうと期待していたのに竜ベも明美は手をたたいて喜んだがお公はかえって不安な顔色を見せたので。 で、その不安を今日まで持ち越して、路端に沈み込んでいるのが、また八には不平でもあるし、第一わけがわからない。ねえ、なぜだよ、おばさん。明美のくんでくれた渋茶を取って、また八膝をくむ。おこうはうっすらと笑った。 世間を知らない若者の荒い神経を羨むように。<laughs> だって、またさ、ん辻家で天満にはね、まだ何百という古文があるんだよ。あ、そうか。わかった。じゃあ、なんだね、おばさん。あいつらの仕返しを、 フーっているんだな、えそんなものが何だってんだ俺と竹蔵がいればだ。ダメ。ダメだよ。うんって言うのから、ダメなことあるもんかい。うん。女虫から幾人でも食いって言うんだよ。それとも何かいおばさんは、うん。 俺たちが弱いと思っているのかねえそうじゃないけどもさまだまだお前さんたちはあたしの目から見ても赤ん坊だもの。いいかいあの天満には辻風公平という弟があってねこの公平が一人やってくりゃ あ,あ、お前さんたちは束になってもかなわないよ。これはまたまたおちにとって心外旋盤な言葉です。けれどもだんだんとゴケの話すところを聞くとそうかなあと思われないこともない。何しろ辻風公平は。 木曽の安川に大きな勢力を持っているばかりでなくまた兵法の達人であるばかりでなくラッパすなわち忍びの上手でこの男が殺そうと付け狙った人間で天寿を全うしているものはかつてなかったと 正面から名乗ってくるなら不ぎにもできようけれども寝首をかく名人じゃ不ようがないというのであるふんはあそいつは苦手だな俺のような寝坊にはねまたハチが顎をつまんで考え込むとおこうは もうこうなったら仕方がないから。この宇宙をたたんで、どこか他国へ行って暮らすより他はない。あついてはお前さんたち二人はどうするかと言い出した。そうだね。うん、じゃあ武蔵に相談してみよう。こっちな、どこ行ったらいつめへ。武蔵はお前手にもいなかった。 手をかざして遠くを見ると今しがたうちの周りにうろついていたのんまの背に飛び乗って伊吹山の裾を乗り回しているゾ蔵の姿がはるかに小さく見えたの。<laughs> のんきなやつだな。ま、たは八両手を口にかざして「おーい!」。 帰ってこいよーそれから軽草の上に二人は寝転んだ。友達こといいものはない。寝転びながらの相談だ。じゃあ武山、何か俺たちはやっぱり国へ帰ると決めるか。そう。帰ろうぜ。 いつまであの親子と一緒に暮らしているわけにも行くまいかうん女は嫌いだ竹蔵がそう言うと、うん、そうそうだなそうしようか又八は仰向けにひっくり返ったそして青空へ向かって怒なるように「ああ、えー、もう帰ると決めたら」 あ、はあ、急にオラおつうの顔が見たくなっちゃった足をバタバタさしてチッチキショーうえー、ああれを見ようえおつうが髪の毛を洗った時のような雲があるぞと空を指さした竹蔵は自分の乗り捨てたノンマの尻を見ていたの 人間仲間でも野に住む者の中にいい性質があるように馬もノンマは気立てがよい。用が住めば何にも求めるところなく勝手に一人でどこへでも行ってしまう。この時向こうの方から明美が「ご飯ですよ」と叫んだのです。お飯だ二人は起き上がってまたはち。 かけっこきょう負けるもんかあけみは手をたたいて草ぼこりを立ててかけてくる二人を迎えただが実を言うとあけみは昼過ぎから急に沈んでいたのである二人が国へ帰ると決めたことを聞いてからであるこの若い二人が家庭に混じってからの愉快な生活を この乙女はこの先も長いものと思っていたらしかった。おばかちゃんだよお前さんは。何がそうメソメソしているんだい夕べの化粧をしながらゴ家のおこは叱っていた。そして炉端にいた竹蔵を鏡の中からにらみつけたの。 竹豆腐と前の晩の枕元に迫った五毛のささやきと甘酸っぱい髪の顔を思い出して横を向いた。横にはまた蜂がいた。これは酒の壺を棚から取ってまるで自分の家のもののように勝手にチロリへ移している。まあ、今夜お別れだからおいに飲もうというわけだ。五毛のおしろいはいつもよりずっと念入りで。 それから酒盛り飲んだ飲んださああらたけ飲んじまえよねえおばさん縁の人にぬぐしてつばらいや酒壺を三つも倒したおうはまた鉢にもたれかかって竹蔵が顔を背けるような悪ふざけをしながらちょいった ああ、私私もう歩けないのよ。また鉢に余ったれて新所まで肩を借りていくほどだ。そしてつらあてのように。で竹さんはねそこいらで一人でおねえ。えお前さん一人が好きなんだから。言われたとおり竹蔵はそこに横になってしまった。 ひどく酔っていたし夜も遅かったし目が覚めたのはもう翌日の日がカンカン当たっている頃です起き出て彼がすぐ気がついたことはうちの中がガランとしていることおや昨日あけびとゴケがひとまとめにしていた荷物がない衣装も履物もなくなっている第一親子の姿ばかりでなくまはちも見えない おいまた味。裏にも小屋の中にもいなかったただ開けっぱなしになっている水口の敷居際にゴケのさしている赤い櫛が一枚落ちていただけである晩秋辰の口からもう山道作州街道はその山ばかりを塗って入る。 国境の防具いも山脈の背中に立っている杉坂を越え中山峠を越えやがて間川の峡谷を足元に見下ろすあたりまでかかるとおやこんなところまで人間があるものかと旅人は一応そこで目を見張るのが常しかも個数は相当にある 川沿いや峠の中腹や石ころ畑や部落の寄り合いではあるがつい去年の関ヶ原の戦の前まではこの川の十丁ばかり神には小さな城ながら神明伊賀の神の,の一族が住んでいたしでもっと奥には院衆境の城坂の銀山に 金山堀が今もたくさん来ているまた鳥取から姫路へ出る者それから田島から山越えで備前へ往来する旅人などこの山中の人町にはかなり諸国の人間が流れ込むので山又山の奥とはいえ旅籠もあれば呉服屋もあり 夜になると白いコウモリのような顔をした飯盛リ女も軒下に見えたりするここが宮本村石を乗せたそれらの屋根が目の下に見える七宝地の縁側でお通話はあもうじき一年になる。 ぼんやり雲を見ながら考えている。みなしごである上に寺育ちのせいもあろう。おつうという乙女は、ちょうど航路の灰のように冷たくて寂しい。年は、去年が16。いいなずけの又八とは一つ下だった。で、その又八は、 村の竹蔵と一緒に去年の夏、戦へ飛び出してからその年が暮れても沙汰がなかったので。正月には、二月にはと、頼りの空頼みも、この頃は頼みに持てなくなったので。もう今年の春も四月に入っているのである。 竹蔵さんの家へも何の音沙汰がないと言うし、はあ、やっぱり二人とも死んだのかしら。たまたま人に向かってため息を漏らして訴えると、そら当たり前じゃと誰でもが言うね。ここの漁師の新面外の神の一族からして、一人として帰ってきた者はいない。 戦の後あの小城へ入っているのはみんな顔も見知らない徳川方の侍衆ではないか。なぜ男は戦になど行くんだろうか。あんなに止めたのに。縁側に座り込むとお通は、まあ、半日でもそうしていられた。 寂しいその顔が一人でもの思うことを好むようにえ今日もそうしているとお父さんお父さん誰かが呼んでいる栗の外で真っ裸の男が井戸の方から歩いてくるまるでいぶしにかけた羅漢様でえ 三年か四年目にはあ寺へ来て泊まる田島の国の運水で三十ぐらいな若い禅坊主胸毛の生えた肌を日向に晒して「えー、えー、気持ちよ春だなああ春は良いが白身のやつめえ 藤原道長のようにこのようば我が物顔に振るもうからもうひといに今洗濯したまじゃ。じ、は、ゃ、あ、がこのぼろぼろもそこの茶の木には干しにくいしこの桃の木は花じゃがりじゃしと。 わしが生半可風流を介する男だけにな星場に困ったよ。のうおつうさん物干しざおあるかおつうは顔をあからめてまあたくあんさん。嫌ですわあなた。裸になってしまって着物の乾く間どうする気です 天井天下伊賀独村にいつまでもご苦労様にたくわんが真面目腐って誕生物のお似をしてみせるんでおつうも<笑><笑><笑>まあ本当によく似合いますことたくホんさ。どうじゃ。そっくりだろう。ホホ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 ホそホはずじゃわしこそわし いしのまれかわりじゃ、まあ。お待ちなさいませ。今頭からアマチャをかけてあげます。わあ、<笑><笑>それは謝るよ。蜂が彼の頭を刺しに来たそこでお釈迦様はまた慌てて蜂へも両手を振り回した。蜂は彼のふんどしがとげたんで、慌てたところを見てその隙に逃げてしまった。おつは縁側にうっぷして。<laughs> お腹が痛いと笑いが止まらずにいたのである。た田島の国生まれの主婦をたくわんと名乗るこの若い全坊主には三庄のお通もこの坊さんの止まってる間は毎日毎日笑わずにはいられないことが多かったあ,あ、そうそう私こんなことをしてはいられない草履へ白い足を伸ばすとお,おつおおさん どこへ行くのかでもあ日は4月8日でしょう。和尚さんから言いつけられていたのをすっかり忘れていました。毎年するように花見堂の花を摘んできて乾物へのお支度をしなければならないしそれから晩には甘茶も煮ておかなければいけないでしょう。えー、花を摘みに行くのかなうんどこへ行けば花があるな 下野の,の河原ですあそうかじゃあ一緒に行こうか。い,いえたくさんです。だって花見堂に飾る花をじゃ。一人で積むのは大変じゃ。うわしも手伝うよ。そんな裸のままみっともないではあり。だって人間はかんない裸のものじゃよ。構わん。嫌です。というついてきては嫌です。おつうは逃げるように寺の裏へかけていっ やがて追い籠を背にかけ、鎌を持って、こっそり裏門から抜けていくと、たくあんは、どっから探してきたものかね、布団でも包むような大きな風呂敷を体に巻いて、あとからとことこついて歩いてきたので、あら、まあ、ね、これならよかろうがな、うん。村の人が笑いますよ。な、なんと言うて笑う。 離れてて歩いいくださいと言う嘘いへい。男と並んで歩くのは好きなくせにまあ知らないおつうは先へ駆け出してしまいますたくあんは節山から降りてきたシャクソンのように風呂敷の裾を偏ぽんと風に吹かせながら後から歩いてくるの <laughs> いや怒ったのかいああ おつうさんよおころなちゅうんじゃ、うん、そんなに膨れた顔をすると恋人に嫌われるぞ村からちょうほど下の間川の河原にはらんと春の草花が咲いているおつうはおいかごをそこにおろして蝶々の群れに囲まれながら もうそこらの花の根に鎌の先を動かしている。うん。ええや大平じゃ平和じゃな。青年たくあんは若くしてたかんな。そしていかにも宗教家らしい永坦を漏らしてそのそばに立ったの。お通がせっせせっせと花を買っている仕事は、 一向手伝おうともしないのだうん。えやお通さん、お前の今の姿は太平そのものじゃえ。人間は誰しもこうして万華の浄土に生を楽しんでおられるものを。のう。 好んで泣き、好んで悩みじゃ。愛欲と知らぬるつぼに、自分から落ちて生きおって、八冠十熱の炎に身を焼かなければ気が済まんという。は <laughs> 哀れなものよ。しかし、 おつうさんだけはそうさしたくないものじゃな。菜の花春菊お逃げし野原すみれ。おつうは刈り取るそばから籠へ投げ込んでた卓安ま。人にお説教するよりは自分の頭をまた蜂に刺されないようにお気をつけなさいませ。ばか蜂の話じゃないわよ。 一人の女人の運命についてじわしはシャクソンのお伝えを言うておるのじゃ。まあ、随分とお世話焼きですね。どうぞどうぞ。元来このな坊主という商売はおせっかいな商売に違いないての。あじゃが米や呉服や大工、武士、これらと同じようにじゃ。 これもこの世に不要な仕事でないからあることもここら不思議でないてそもそもまたなこの坊主と女人とはうーん三千年の昔から仲が悪いのうん女人は野者魔王地獄師などとな仏法から言われておるからねお通さんとわしの仲が悪いのも遠い 救えんじゃろうなじゃなぜ女はやしですのうんじゃあ男を騙すからじゃでも男だって女を騙すでしょ、えー、その返事は待てようちょっと困ったね <laughs> さ答えてごらんなさい <laughs>、えー、そうそういやわかったえつまりお釈迦様は男じゃ ってなことばかしいって。いいじゃが、女人よ。まあ、うるさいわよ。いや、これこれ、女人よ。気が見たもうな。シャクソンもお若い頃は、ああ、ボライヌのもとでな、欲前のうつかわ、農えと可愛いなどという、魔女たちにつきまとわれん。ああ、えろ、女性に悩まされたもんじゃが、晩年になるとな、 女の身弟子も持たれておる。んそれから、龍樹菩はな、シャクソンに負けない女嫌いじゃないな。女をこの、怖がったお方じゃが、えー、随人姉妹となり、愛楽ゆ兄異母必死というてな。 これ、四件両サになり、なだたかだな、おっしゃっておる、うんえー。よろしく男はこういう女人を選べと言うてな、女性の美徳をたたねておられるのじゃ。やっぱり男の都合のいいことばかり言ってるじゃありません。それはね、古代の天竺国がじゃよ、えー。日本よりはもっともっと。 男尊女卑の国だったから仕方がないね。うん、それから竜樹菩薩は女人に向かってこういう言葉を与えておる。どういう言葉ですの、うん、こういうとるよ。女人よ。恩義は男性に嫁ぐなかれと。まあ変なお言葉ですわね。いやおしまいまで聞きなさい。 途中で冷やかしちゃいかしいん、えー。男性に嫁ぐなかれとこのあとにこういう言葉が続くんだ。女人恩には真理に貸せとなん。うん。わかるかな真理に貸せじゃ。<laughs> 早く言えば男に惚れるな真理に惚れるということ。じゃその真理 っていうのははははえ<理> <laughs> えー、そう聞かれるとはしにもまだよく分かっておらんようじゃ。<laughs> いや笑うでないよ。いっそ俗に言おうかなつまり真実に嫁ぐのじゃな。だから都の軽薄な憧れの人の子などをはらまぬようにね、 生まれたふるさとで良い子を産むことだな。あら、またそんなことを言うと、打つ真似をしてたくわんさん。あなたは花を刈る手伝いをしに来たんでしょうか。うーん、どうもそうらしい。じゃあ、喋ってばかりいないで、少しこの鎌を持ってください。そろそろお安いことじゃ。その間に私はお銀様の家へ。 明日閉める帯がもう縫えているかもしれないからいただいてきますあおおおさんあの、うんうんうん。いつかお寺に見えたあのご婦人の屋敷か。あっそう。じゃあ俺も行くよ。まあそんな格好で嫌です喉が渇いたのでな。茶をもらわにゃなら。彼女はもう25です。 器量が醜いわけではなし家柄はいいのだしその委員に嫁入り話がないわけじゃ決してなかったので、えー、もっとも彼女の弟竹蔵が金剛金在きっての暴れん坊で本儀田村の又八か宮本村の竹蔵かと 少年時代から悪太郎の手本にされているので「いやあの娘はいいがあの弟がいてはな」とそれで縁遠,遠いところも多少終わったそれにしてもお銀のつつましさや教養を見込んで「えー、是非に」という話は度々あったしかしその都度彼女の断る理由は いつもこうであった「何しろ弟の竹蔵がもう少し大人になるまではこの私が母となっていてやりとうございますからと」とこういう言葉であった。で平学の指南役として新面家に仕えていた父の無二妻がその新面という姓を 宗家から許された盛りの時代に建てた屋敷なので間側の瓦を下にした石突き土塀回しの家構えは郷土には過ぎたるものであったので広いままに古びて今では屋根には草や芽が生えその昔十手術の道場としていたところの高窓と久しの間には メの糞が白く積もっていたので。で長い浪人生活の後の貧しいうちに父は死んでいったので召使いもその子はいないが元の雇い人は皆この宮本村のものばかりなので、えー、その頃のおばあやとか中間とかがカールガールに来ては 台所へ黙って野菜を置いて行ったり、えー、また開けない部屋を掃除していったり水がめに水を満たしていったりして衰えた無二菜の家を守っていてくれているで今も誰か裏の戸を開けて入ってくるものがあるとは思ったが大方まあそれらのうちの誰かであろうと奥のお人間に 縫い物をしているお銀は針の手元を止めずにいるとお銀様こんにちは後ろへお通が来て音もなく座っていたまあ誰かと思ったらお通さんでしたか。今あなたの帯を縫っているところですが明日の乾物屋に閉めるのでしょうえ 忙しいところ本当にすみませんでした。自分で縫えばいいのですけれどもお寺の方もいろいろ用がございましていいえどうせね私こそ暇で困っているくらいです何かしていないとつい考え出していけません。そういうお銀の後ろを仰ぐと豆苗皿に小さなともしが瞬いていた この仏壇には彼女が書いたものらしく、良年十七歳、新面竹蔵の霊、同年本殿伝又八の霊、二つの紙位牌が貼ってある。ささやかな水と花が捧げてある。 お通は目をしったと言って、あら、おにいさ様、ま、あの、二人とも死んだという知らせでも来たのでございますか。いいえ、そうじゃないんですよ。でも、まあ、死んだとしか思えないじゃございませんか。私はもう諦めてしまいましたの。 関ヶ原の戦のあった九月十五日を命日と思っています。まあ縁起でもない。あの二人が死ぬものですか。今にきっと帰ってきますよ。ねえ、おうさん。あなた、またあちさんの夢を見る。え、何度も。あ、そう。 じゃあやっぱり死んでいるのね。あたしも弟の夢ばかり見るから。嫌 <laughs> ですよ。そんなことを言っては。<laughs> こんなもの不吉だから、はがしてしまいましょう。おつうのめはすぐ涙をもった。立っていって仏壇の灯明を吹き消してしまう。それでもまだ忌まわしさが晴れないように。 あげてある花と水の器を両手に持って、次の部屋の縁先へ、さっと水をこぼすと、縁の端にかけていたたくは、ごはっ、これをつたいと飛び上がった。こりゃ、おつわまあ、何をするこの、んこの家で茶をもらおうとは言うたが、水をかけてくれとは誰も言わんぜ、あ,あ おつう泣き笑いになってしまった。<laughs> すいませんでした。たくあん様ごめんなさいませ。謝ったり、機嫌を取ったり。またそこへ、望みの茶を汲んで与えたりして、やがて奥へ戻ってくると、誰ですの、あの人。お銀は縁の方をのぞいて目を見張っているえ。お寺に泊まっている若い運水さんです。ほらいつか あなたが来た時に本堂の日当たりで法勢をついて寝そべっていたでしょうその時私が何をしているんですかと尋ねると「あのなん <laughs> です」って「白みに相撲を取らしているんだ」と答えねあの汚い坊さんがあったじゃありませんかあああの人えった法卓安さんですまあ 変わり者です、ね「えー、ええー、え大変わりですよ。衣でもなしけさでもなしあれは何を着てるんですの一体。それがねあの風呂敷です。まあほほほ,ほまだ若いのでしょう。いえそれが31です。けれどおっ様に聞くとあれでもとても偉い人なんです。 お通さん、あれでもなんていいもんじゃありませんわよ。人はどこが偉いか見ただけではわかりませんからね。えー、何でも聞くところによると田島の伊豆志村の生まれで唐の年に社民になりそれから重死で臨済の庄福寺に入りましてね。で紀仙五生に機会を授けられ それから山城の大徳寺から来た石学について、ねえー、京都や奈良に遊びあの明神寺の武道和尚とかそれから仙南の一等禅寺とかに教えを受けて随分勉強したんですそうでしょうねそういえばどこか違ったところが見えますもん それからね泉の南宗寺の十字に挙げられたりまた、えー、直命を受けて大徳寺の座すに押されたこともあるんだそうですけどでも大徳寺はねたった三日いたっきりで飛び出してしまったんですってでその時豊臣秀頼様だの浅野義長様だの細川忠興様だの なお公家型では烏丸光弘様などがしきりと惜しがって一時を建立するからぜひこっちへ来いとかから地獄を寄進するからとどまれとか言われるんだそうですけどもねあの本人はどういう気持ちだか分かりませんけれどもああやって白身とばかり仲良くして小記のように諸国をふらふらしているんですどうも少し 気がおかかししいいんじゃないでしょうかけれど向こうから見れば私たちの方が気が変だというかもしれませんね。ほんにそう言いますとね私が又八さんのことを思い出して一人で泣いていたりすると「でも面白い人ですわね少し面白すぎますわね」<laughs>。いつ頃までいるんでしょう。 まあそんなことわかるもんですかいつもふらりっと来てねふらりっと消えてしまうんですまるでもうどこのうちでも自分の住まいと心得ている人ですもん縁側の方から拓庵が身を伸ばして「うふふほらほらほら聞こえるぞ聞こえるぞ」るぞまっ拓庵様悪口を言っていたんじゃございませんわいや悪口はいくら言うてもよいがな え何かこの甘いものでも出ないのかあれですもくあんさんと来たよ何があれだほらお通まお前の方がじゃ虫も殺さん顔をしとって、えー、その実よっぽどたちが悪いぞなぜですかだって人にから茶を飲ましておいてだのろけを言うたり泣いたりしておるやつがおるかだ。 その翌日、ゴーン、大正寺の鐘が鳴る。ゴーン、執法寺の鐘も鳴る。夜が明けると早々から、もう昼過ぎも時折、ゴーン、ゴーンと鐘が鳴っている。赤い帯を締めた村の娘。

お通の姿をを見ちゃう噂している。が「今日は乾物への4月8日なので本堂の中には菩提樹の葉で屋根を拭き野の草花で柱を埋めた花見堂ができているお堂の中には甘茶をたたえ二尺ばかりの尺尊の黒い立像が天井天下を指さしている」。 小竹びしゃくを持ってその頭から甘茶をかけたりまた三軒人の求めに応じて人々に差し出す竹筒へその甘茶を組んでやってるのは宗法卓庵であったああゴラゴラゴラそう押し合ってはいけんぞうん <coughs> この寺はな貧乏寺じゃからええー おさい銭はなるべく余計にこぼしていきなよ。うんのう。金持ちならばなおのことじゃ。一尺の甘茶に百貫の金を置いてゆけばじゃ。百貫だけ苦悩が軽くなることを受け合いじゃ。そらそら少しついたと思うちゃらまた三景人が混んできた。ああ、っしゃいかん、っしゃいかん。おいおいお,い,おい、おそこの若いの。 順番に押し、順番に。あの、もし坊さん。おんじゃいわかい、お、押し替え。順番、順番と言いながら、なんじゃねえか、おめえは。女にばかり先いくんで、やってるじゃねえか。はは、そうかい。あ、わしも実はな、おなごは好きじゃ。<laughs> この坊主。極道もんだな。偉そうに言うな、ていうね。えー、お前たちにしてもじゃおまちゃよ。 虫よけがもらいとうてくるんじゃあるまい。どうじゃわしにはわかっとるぞい。お釈川様へ手を合わせに来るのが半分で。うんお通販の顔を拝みに来るやつが半分。なあお前らもその組じゃろう。ん <laughs> はははは。こゃかかか。おさい銭をなぜ置いていかんでおさい銭を。ん そんな良犬ではとてもおなごにはもてんぞおつう、これを聞くと真っ赤になってしまった。たくあん様、もういい加減にしないと、本当に私怒りますよ。そして疲れた目でも休めるように、ぼんやりしていたが、ふと、三係人の中に見えた一人の若者の顔。はっ くちばしると指のわぎだから筆を落としたのだ彼女が立つとともに彼女の見た顔はまるで魚のように素早く潜んでしまったおつうわれを忘れて「竹蔵さん竹蔵さん!」回廊の方へかけていた